こんにちは、はじめしゃちょーです。皆さん、だいぶあったかい季節になってきましたね。暑い季節といえば何か、そう、ハロー。夏の暑い季節といえば、ハロー。ハローがとても怖い時期なんですよね。やっぱこう、心霊スポットにも僕も行きたくなっちゃいますし、心霊の映画とかも見たくなってしまう。それぐらいやっぱね、ハローがいいと思うんですよ。あ、ホラーね。発音が良すぎてすいませんでした。そんなホラーの時期なんですけども、こう、ホラーのドッキリって言ってもなんかもうパターンが結構決まっちゃってて、何かに隠れて、うわーってなんか怖いのが出てくるとか、暗くして明るくしたらわーって何か出てくるとか、いろんなパターンがあると思うんですけども、僕が一番怖いと思う心霊系のドッキリとしては、いない場所から急に出てくるのが一番怖いと思うんですよ。なんかそんな真っ暗になったらなんか出てくるとかもよくあるし、なんか開けたら出てくるもまあまあまあ、あるんですよ。けど、普通出てこない場所から出てくる幽霊とかが一番怖いと思うんですよ。例えば、屋上とか、絶対人が出てこないような高さの場所、そういう場所から急に人がわって出てくるとめちゃくちゃ怖いと思うんで、今日はそれを実際に再現してみようと思います。では行こう。はい、では早速作っていきましょう。今回のちょっとイメージとしては、髪の毛の長いちょっと貞子チックなお姉さんが3階のベランダから急に出てくるっていうやつでございます。で、人だと持ち上がらないので、ちょっと頑張って超軽量化した貞子お姉さんを作ってみようと思います。必要なものをいろいろ買ってきました。貞子っぽい服12,800円しました。これもうめっちゃ長いんですよ、裾が。とりあえずこれ着てたらもう貞子っぽいなっていうわけで、これを買って、あ、これカツラですね。ちょっと髪の毛長めのカツラを用意しました。こちら15,000円です。結構長いよね。で、多分前かがみになるんで、うわーい、 MCN こうですね。こんな感じでございます。そして肝心な顔、こちらでございますよ。うわ、普通に綺麗な顔なんですけど、やっぱ汚れとかがあるとちょっと怖いですよね。まあ他にも色々あるんですけども、基本的にこちらで作っていきましょう。はい、というわけで早速まず貞子ちゃんを作っていきましょう。というわけで、まずこの子にハンガーで肩幅をつけます。この子3階まで打ち上げるのが今回の作戦なんで、まずは軽量化のめちゃくちゃ軽い貞子を作ることから始めます。まあこうやって貼っとけば肩幅は作れるんで、まずハンガーとこの子を合体させます。はい、オッケーオッケー。これでもう落ちることはないでしょう。失礼しました。これでこの子に服を着せれるようになったというわけです。結局髪の毛で隠れちゃうんで、なんか大体でいいんですよね。人の形さえ分かれば怖いと思うんで。どうでしょうね。あ、やべえな、これ。だいぶ胸、やば。はい、というわけで、貞子ちゃんを作っている時に私は思ってしまいました。なんかここがすごい嫌だ。結構段ボール入れとくだけでも。これどうすかね。すげえ悪いことしてる気分だな。まあなんかこんな感じでいいんじゃないかしら。ちょっと簡易的な気もしますが、いや、十分怖いと思います。カツラを逆につけちゃえば。いや、怖い、これ怖いよ。3階とか屋上とかですよ。そんな絶対人が来ないでやろう。ベランダから、うってくるんですよ。これは怖いでしょう。ギュッ。さあ、続いてはこれを何とかして3階まで持っていく方法を調べます。一回外に行きましょう。はい、というわけで外に行きました。ここの3階ですね。ここら辺かな？ここにターゲットをおびき寄せて、うおってここから貞子ちゃん出したいんで、まあ何が欲しいかと言いますと高さですよね。なんで手っ取り早い話、この釣り竿の先端に貞子ちゃんをつけて、多分これでギリギリ貞子ちゃんが見えるか見えないかぐらいだと思います。結局釣り竿だとこうしなるんで、先っぽの方をちょっとガムテープで他の棒とくっつけて固めようと思います。よし。できました。え、しなるんだけど。何し？しなるかしならないかの間ですけど、多分大丈夫ですね。はい、というわけで若干しなるんですけども、一応なんか貞子ちゃんは持ち上げれるぐらいなのかなって思えるぐらいの釣り竿はできました。ただ若干不安なんですよね。はい、というわけでさらに強化してめちゃくちゃもうしならなすぎる釣り竿を準備しました。え、めっちゃいい感じだね。あ、これ多分いけるわ。服を着せます。きた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 。あとはカツラをかぶせれば多分、あ、もうこれ結構いいぞ。一応完成しましたんですけど、これがちゃんと上で立つかどうかですね。一回上にやってみます。え、あ、やばいやばい。どうですか。自分で確認します。あ、怖えわ。まだまだ完成じゃねえぜ、血のり。なんか貞子って血がついてるイメージがあるんですよね。うわ、でも12,000円の服汚すのやだな。あ、やば、やりすぎた、大変だ、やべ。あとはターゲットが来てベランダからこの子が飛び込むだけです。ではターゲットを待ちましょう。あの、立ってる。カメラ見て。あ、何でも食べたい。俺、水出して。
じかな、最初。はい。うん、いいね。こんにちは。こんにちは、こんばんは、こんばんは、こんにちは。今日はそんなのだって高校の連れの女の子だけど。Oh!